皆さん、こんにちは。今回は AI ボイスのテストを兼ねて48歳のおじさんの自転車ヒルクライムのナレーションをしてみます。今、よしおのおっさんは自転車でカルバーシティにあるボールドウィンヒルズシニックオーバールックに向かっています。さあ、おじさん登り始めました。この丘は平均斜度が 10%、 最大斜度 13% の距離 0.9km の坂です。世界で9077位の坂、アメリカ国内では381位だそうですが、どうなんでしょうか。世界でどのくらい坂があるのかわからないので、この順位の基準は何でしょうか。使用している自転車は古い旧式ですが、アルミトレック 2.1 APEX H にフロント 50T11T コンパクト、リアギア 11T32T10 段ですが、タイヤはマビックのキシリウム SL となってます。ヨシオは先行きの人生に不安を感じて高級車を買う勇気がないようです。現実は厳しいですね。ですが、この坂を登るため少しおじさんなりに日々なんかトレーニングをしてきたようです。自動車通勤をやめ自転車通勤に切り替え、8ヶ月ほどなんとなく毎日 16km は最低でも走行してたようです。どうやら車の運転手はヨシオの自転車がブレすぎていて、万が一ヨシオを引いてしまうかもしれないと思ってるようで停止してるようです。ヨシオは迷惑系のおじさんですね。ですが、かなり微妙な映像ですね。あまり見甲斐がありません。ただおっさんのあえいでる声を聞かされてるだけのビデオですね。景色の良いところなのですが、ヨシオが台無しにしてますね。なんだかすごく腹が立ってきました。ここでヨシオピンチです。車が道を塞いでます。足をつけてしまうとここでチャレンジ中止です。どうなるでしょうか。無事に抜けましたが、画面が揺れすぎで目が回ります。映像を早送りしましょう。人生の無駄です。短い距離とはいえ、やはり平坦の場所のない最低でも 10% の坂を休みなしに登るのは、おじさんにとって仕事してるよりも大変しんどいみたいです。おっと、ここで頂上に着くようです。タイムは6分54秒ぐらいです。どうなんでしょう、このタイムは。しかし、おっさんは喜んでるようです。嬉しいね、まさにスーパースターだよ。僕の右に出るヨシオはいないって感じだね。今日の夕食は特別にたくあん追加だ。こんなおっさんは嫌ですが、彼なりに喜びを表現してるようです。さあ、ここからは下りです。どうやらヨシオは腰が引けてスピードを出せないようです。情けない。ですが、上りより映像も安定してますし、爽快感も少しはあるようなので見ていきましょう。もう少し速度を上げてもいいと思うのですが、こういうところで人生のチャンスを逃していてるんでしょうね。あ、犬引きそう。ひどいおっさんです。
登る木に吉尾がなるかは分かりませんが、次は画質の良いビデオカメラで撮影しようと思ってるようです。いかがだったでしょうか。このナレーションは自然な感じだったでしょうか。実際の吉尾は多分私の酷評よりはマシな人と思うので、吉尾を見かけたら車間距離を空けて温かく見守ってあげてください。気づいたら100分の1の確率で反応すると思います。何を見せられたかわからないとは思いますが、ご視聴ありがとうございました。